皆さんこんにちは。動く生き物図鑑の時間です。さあ今回はどんな生物に出会えるのでしょうか。今回ご紹介するのはブラックマンバです。ブラックマンバはアフリカ大陸に生息する毒蛇で、致死性の高い毒を持ち攻撃的な蛇です。毒蛇は色鮮やかな体色が特徴的ですが、ブラックマンバは灰色や褐色など控えめな体色をしています。名前についているブラックは体色ではなく口内が黒いために名付けられました。毒蛇にしては大型の体を持つブラックマンバは、成長すると全長3メートルに達します。動きも素早く、移動速度は時速11キロメートル以上。ヘビの中でも突出したスピードで移動します。短距離なら最高速度は時速19メートルに達し、足元が悪い森林でブラックマンバに追いかけられれば、人間が逃げ切ることは難しいでしょう。ブラックマンバが持つ毒には人間10人を殺すほどの殺傷力があると言われています。毒の周りも早く、抗毒血清が投与されないと死に至ってしまいます。そのため自然界でブラックマンバに天敵はほとんどいません。しかしそんな中でも猛毒を持つブラックマンバに挑む動物として、スネークハンターの異名を持つマングースが挙げられます。マングースは素早く機敏に巧妙に行動します。しかもブラックマンバ最大の武器である毒に対して、マングースは毒に対する耐性を獲得しているため、大してダメージを受けることはありません。マングースはブラックマンバの周囲をぐるぐると回り、ブラックマンバの体力を消耗させます。ブラックマンバがどんなに攻撃しても機敏なマングースの動きには追いつきません。ブラックマンバが弱れば、マングースがブラックマンバの後頭部にある背骨を素早く噛み切ります。背骨を噛み切られてしまっては、息の根はあっても動くことはできません。マングースは攻撃を受けることもなく、美味しい食事を楽しむだけ。危険な行動が報われる最高のご褒美です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけたら、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録も忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。